どうも皆さん、きっとこんばんは、武藤ゆうきです。今日はですね、カードショップを3店舗ほど回ってきましたので、購入してきたカードをご紹介したいと思っております。それでは行ってみましょう。それではまずは駿河屋さんの方で購入したカードをご紹介したいと思います。1枚目がこちら。ゴーティスの双角アスカーのスーパーレアですね。こちらですね、ストレージから見つけてきまして、50円でゲットしました。イラストバカ美しくないですか？めっちゃかっこいいし、綺麗だよなぁ。やばいね。僕はゴーティスシリーズですね、実は1枚も持ってなかったんですけど、地味にストレージでゲットしたいなと思ってたんですよ。このパックですね、確かワールドプレミアムパックかな？当時金欠でですね、パックがですね、買えなかったんですよね。そして発売からだいぶ時間が経ってしまいまして、今更パック向くのもなぁと思ってですね、ストレージでゲットしたいなと思ってました。いいよね、このシンクロの白いのとモンスターの白さがですね、めちゃめちゃマッチしますよね。レギュラーボックスのカードじゃないんで、残念ながらですね、シークレットレアがないのがですね、悔しいところですよね。見てみたかったなシークレットレア。海外だとあるんですかね、もしかして。このゴーティスシリーズ、確か海外で先行収録されてるテーマだったみたいで、密かにですね、期待してたんですよね。ああ、いいね、めっちゃ美しい。お次のカードがこちら。最果てのゴーティスのウルトラレアですね。こちらもストレージで見つけてきまして、50円でゲットしました。待望のゴーティスシリーズですね、2枚目です。こいつがこのシリーズの親分的なモンスターになるんですかね。ウルトラレアで収録されております。僕の記憶が間違ってなければ、こいつは確かシークレットレア枠があったんじゃないかなと思いますので、いつかゲットしたいなと思っております。今回はさすがにウルトラレアしかストレージには入ってなかったですね。まあおそらくシークレットレアでもそんなに高いお値段ではなさそうな気がするので、どこかでゲットしたいなと思っております。こいつもシンクロのですね、白い枠が似合いますね。もっとこのゴーティスシリーズ光物増やしてほしいなと思うんですけど、レギュラーボックスとかではなかなか収録されてないですよね、多分。こういう美しいカード、コレクター好みのカードはですね、もっともっと通常弾でも増やしてほしいなと思っております。名前もいいよね、最果てのゴーティス。ネーミングセンスが最高だね。お次のカードがこちら。レガシーハンターのスーパーレアですね。こちらもストレージで50円で拾ってきました。一気に3期のカードと昔のカードになりましたが、いや嬉しいね。ストレージで3期の光物があるのはめっちゃいいよね。初期から3期までの光物はかなりですね、貴重になってきてますので、3期でもめちゃめちゃ嬉しいです。確か昔駿河屋で同じストレージでレガシーハンター1枚ゲットしたので、個人的には2枚目になりますね。まさか2枚とも駿河屋でゲットするとは思わなかったんですけど。そしてこのカードが光物になるっていうのがですね、昔のカードっぽいですよね。ぶっちゃけかっこよくないもんね。ただこうやってなんでこのカードが光物なんだみたいなのがですね、大好きなのでコレクションに加えたいなと思っております。いいよね、3期で50円なら僕は全然ありかなと思っております。お次のカードがこちら。裁きの代行者サターンのウルトラレアになっております。こちらもストレージで50円で拾ってきました。先ほどのレガシーハンターと同じく3期の今度はウルトラレアになっております。いやもう断然レガシーハンターよりこっちの方が嬉しかったですね。イラストもね、めちゃめちゃかっこいいんですよ。まあ、天使族なんですけど、表情とかですね、羽が結構、どっちかというと、打天使みたいな感じでですね、こわもてのイケメンお兄さんになっております。確か今回駿河屋のストレージで、僕好みのカードを探してた時に、1枚目に発見したカードだったと思うんですよね。駿河屋さんはですね、お客さんが非常に多いので、ゆっくりですね、ちょっとカードを見ることができないので、たまにしか行かないんですけど、たまに行くとですね、こういう風な自分好みのカードが発見できるのでいいですよね。3期のウルトラレアが50円めっちゃいいよね。しかも状態がですね、そんな悪くないんですよね。白掛けとかもないし、多少なんか凹みがあったりする時もあるんですけど、こいつに関しては結構綺麗な状態で見つかりました。最高すぎる。お次のカードがこちら。エクゾディアの左腕2期シークレットレアですね。こちらですね、お値段150円になっておりまして、ストレージじゃなくてショーケースの方から購入してきました。相変わらずエクゾディアはシークレットがめっちゃ似合うね。かっこいいわ。エクゾディアはやっぱり初期が一番オーラがあってですね、エクゾディア感あるんですけど、見た目の綺麗さでいくと僕は2期のシークレットレアが一番綺麗なんじゃないかなと昔から思っております。まあ、特化品なんでちょっと白掛けがあったりするんですけど、これぐらいのレベルの状態でですね、150円なんでかなりお安い値段じゃないんでしょうか。
初期だとですね、やっぱ安くても4、500円ぐらいしちゃうので、コスパ的にも2期シークレットレアってですね、めっちゃいいんじゃないかなと思っております。ちょっとこの辺も白掛けがありますね。当然初期のエクスディアもですね、3枚ずつコンプを目指して集めてるんですけど、それとは別ファイルでですね、この2期のエクスディアをコレクションしてるので、そちらの方に追加したいと思います。お次のカードがこちら。ブルーアイズのシークレットレアですね。お値段ちょっとポーンと上がりまして、1000円になっております。こちらのブルーアイズが駿河屋さんの方で購入したカードのラストになっております。シークレットレアめちゃめちゃかっこいいね。これはですね、先日のお祭りボックスのサイドプライドの方で収録されてたシークレットレアになっております。たくさんボックス向いたんですけど、ブルーアイズのシークレットレアはですね、1枚も出なかったので今回購入してきました。クオシクをですね、地引きできたので、シークレットレアを買う必要があるかと言われるとですね、微妙なところなんですけど、これまでブルーアイズのシークレットレアって1枚も持ってなくてですね、昔もですね、収録されてたかと思うんですけど、なかなかいいお値段するので、今回1000円で売られてましたのでゲットしてきました。どうなんでしょう、1000円でも結構お得な値段なんじゃないかなと思います。2000円弱ぐらいで普段売られてるんですかね。それだとちょっとためらうんですけど、まあ、1000円で聞くとギリギリ手が出せるぐらいの値段かなと思って今回購入してきました。特化品コーナーの一番左下にですね、1枚だけポツンとあったので、我が家に迎えることにしました。やっぱ初期絵はですね、めちゃめちゃかっこいいし、オーラがすごいですね。クオシクと違ってですね、イラストが見やすいので、シークレットならではの良さなんじゃないかなと思います。いつ見ても強そう。はい、それではお次はですね、カードラボさんの方で購入したカードのご紹介になります。まず1枚目がこちら。処刑人マキラのレリーフになっております。そしてお値段なんと380円でゲットできました。300円台はめっちゃ安くないですか？今回ですね、一番の特化品だったんじゃないかなと思っております。当然ですね、300円台なんで特化品になるので、この辺とかですね、白掛けがあったり、こっちもありますんで、全然備品ではないんですけど、それでも300円台は個人的には激アツだったなと思います。すでに2枚持ってるんですけど、2枚ともですね、1000円ちょっとくらいで購入して、その時ですら結構お安く買えたなと思ってたんですけど、なんと一気に記録を更新しました。お昼のお弁当代ぐらいでですね、マキラのレリーフが買えるのはめっちゃいいですよね。まあその代わり来週1日お昼ご飯のお弁当抜きになっちゃったんですけど、僕が行くカードラボさんはですね、活動エリアに2店舗あるんですけど、なんか最近はですね、あんまりこうビビッとくるカードがなくてですね、特化品コーナーもあんまり強くないイメージだったんですけど、たまーにこうやってですね、めちゃめちゃ特化品を並べてくれてるのがですね、やめられないですよね。コレクターからすると常に何かしらのこういった特化品をですね、並べてくれるともう毎日行っちゃうんですけどね。ついに初見人マキュラ3枚ゲットということでコンプリートにはなったんですけど、もうちょっと状態がいいカードをですね、お安くゲットできたらまた購入したいなと思っております。処刑人という名前とこのイラストがですね、めちゃめちゃかっこいい。お次のカードがこちら。クイーンズナイトのシークレットレアになっております。お値段780円ですね。正直このカードが780円はですね、めちゃめちゃ安いかと言われるとそうでもないんじゃないかなと思います。特化品って言いながらも、どこの店もこれぐらいで売ってるような気がしますね。ただですね、これワールドプレミアムパックっていうパックで入っているカードになりまして、シークレットの加工がですね、海外仕様なんですよね。斜め式になっております。ちょっと残念なのがですね、日本語版の通常式とかに比べるとですね、シークレット加工が見づらいんですよね。カメラ越しでもちょっとわかりづらいんじゃないかなと思います。もうちょっとこうギラギラ感がですね、わかるようなシークレットにしてもらえるとめっちゃ嬉しいなと思うんですよね。少し前にこの子じゃなくてジャックスナイトのですね、同じく海外斜め式をですね、ゲットして、それからですね、クイーンズナイトもいつかゲットしたいなと思ってたんですけど、なかなかですね、この海外斜め式がですね、売られてるの出会えなくてですね、ついに今回出会いましたので購入してきました。本当は初期カードがですね、700円、800円ぐらいで他に売られてるカードがあったので、そっちにしようかなと思ったんですけど、出会える頻度を考えるとですね、初期カードは意外とどこのカードでも取り扱ってるんですけど、このクイーンズナイトのですね、斜め式はこれからいつ出会うかわからなかったので、こっちをですね、今回優先して買ってきました。まあこのナイト3人シリーズの中でもですね、一番好きなキャラクターになってますので、今回出会えてよかったんじゃないかなと思います。顔がめちゃくちゃ美人。はい、次がですね、トレスタさんの方で購入してきたカードのご紹介になります。ただ枚数が1枚になってまして、今回の動画のラストを締めくくるカードになっております。ラストがこちら。
幻惑の見習い魔術師のシークレットレアになっております。そしてお値段、まあ、今回一番高いんですけど、それでも安いんじゃないでしょうか。1210円でゲットしました。ご覧の通りですね、ウルトラレアじゃなくてきちんとシークレットレアになっております。ウルトラレアでも1000円ぐらいするカードだと思うので、シークレットが1200円はかなりお得なんじゃないかなと思って購入してきました。当然ですね、その理由がありまして、左下の方がですね、あ、見えるかな、こちらの方がですね、ちょっと折れてるんですよね。この角度だと分かりやすいですね。折れのダメージがあるということでですね、1210円で売られておりました。ただですね、スリーブに入れてファイルに飾るとほぼ見えないので、僕的にはですね、このぐらいの傷であれば全然構わないかなというところで気にせず買ってきました。皆さんはどうですかね、これぐらいの傷だったら特価品で買える方が嬉しいという方も結構多いんじゃないでしょうか。この子ですね、ショーケースに並んでて、ショップの店員さんにですね、あの状態見させてほしいということで出してもらった時に、ちょっとダメージが入ってるのでもう売れないかと思ってましたって言っててですね、いやいや僕全然こういうの買いますよということで、傷あり特化品大好きおじさんをですね PR してきました。この子が入ってるパックはですね、ワンボックス開封してレリーフを無事にですねぶち抜いたので、僕の手元にレリーフとシークレットレアが揃った感じになっております。あと1枚ですね、ウルトラレアをゲットしたいなと思ってますし、あわよくはいつかクオシクをゲットしたいなと思っております。相変わらず遊戯王のマジシャン系の女の子は可愛いですね。はい、以上がですね、カードショップ3店舗を回って購入してきたカードたちになっております。欲しかったゴーティスシリーズであったりですね、3期の光物であったり、まあ、最近のですねシークレットレアもゲットできたりと、結構幅広くゲットできたんじゃないかなと思って大満足になっております。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイチャー。